設定部分だと、超巨大なニューヒムカという国が存在していて、もうほとんどその一国で、海の外という概念は今回はあえて語らないという形で何も表現はされてないんですけれど、ひとまずそのニューヒムカという大きな国があって、その中でとスオー・セーランっていうまたさらに大きな町があり、でそこに若干対抗するような形としてまた別の一つの国といいますか場所があるみたいな、マトゲツという勢力があるっていう、でそれ以外のことは特には語らないということで、今回はその舞台を絞ってなるべくそこを掘り下げる形で作っていこうっていうような経緯があったというふうに記憶しています。で世界観としては、先ほどあの90年代っていう話が出たと思うんですけれど、そもそも今回のゲームって新しいゲームだったので、お客さんが入りやすい見た目にした方がしたいなっていう思いがありました。なので全く知らない未知の世界の、未来的技術ではなくて、自分たちが知ってるものの延長というふうに表現した方がいいだろうというふうに思って現代を選んでます。ニューヒムカについてちょっと補足なんですけど、まあ、脳が本作のキーワードになっているということは何度かこの場でもお伝えしましたけど、その極度に脳科学が発達してて、その今現在の僕らがその電力を使っているような感じで、その脳の力、能力というものが発達しています。で人々はその何か端末を用いないで自分の脳の力でその、まあ、いろんなことを成し得ているというか、ニューヒムカの中にその大きなそのサイネットというその大規模ネットワークがあって、そのサイネット経由で人々は何でしょうかね、そのいろんな医療だったりとか、あとはインフラだったりとか、そういうものを情報を操作しながら生活しています。なのでその人々はその大規模な究極の IoT ですね、究極の IoT のサイネットというその技術を使いながら生活しているというのがニューヒムカですね。でその脳が全て接続されたっていう環境が結構この本作において特殊な設定で、まあ、そこが結構物語上でもそのまあ、大きなその問題というかその渦中になっていくので、そのぜひそのあたりを楽しみにしてもらえると嬉しいなと思ってます。ちょうど一個補足があって、じゃあ先ほど近未来という話が何度か出てきたと思うんですけれど、時代設定というのは明確にはしていなくって、作中にも2020という言葉が出てきたりします。なのでちょっと僕たちと知ってるようだけれど、何か違う、何か発展した世界があるみたいな、そういったところの落としどころとしても、そのブレインパンクという言葉を活用して技術を表現しているというのがあります。Play it on the all new Xbox.